皆さん、こんにちは。今回は2006年に逝去された鈴木弘隆さんをご紹介いたします。鈴木さんは野沢那智さんの主催する劇団バラ座の出身で、アルバイトで声優を始めたことがきっかけでした。アニメでのデビューは77年の超電磁マシーン、ボルテス5で、翌78年にダイターン3で主役を演じました。それでは70年代から80年代の作品をご覧ください。大胆カムヒア、大胆スリー、世のため人のためメガロイドの野望を打ち砕く大胆スリー。この日輪の輝きを恐れるのならばかかってこい。殴ってなぜ悪いか。貴様はいい、そしてわめいていれば気分も晴れるんだからな。二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。それが甘ったれなんだ。殴られもせずに一人前になった奴がどこにいるものか。右のミサイルが薄いぞ。手を抜くな。ブラボー、バンマス装置をサブブリッジより上がらせろ。未来少尉、戦闘中の個人通話は厳禁だが、水臭いぞ未来。君のことを見守るぐらいのことはこの僕にだってできるつもりだ。君の気持ちは分かっているが、僕はいつまでも待っているよ。あ、主力艦隊が接近してます。方位9628、距離8宇宙キロ。考えてみろ。なぜ奴のところにあのガイアが現れるんだ。なぜ奴に操縦ができるんだ。おまけに他のロボットたちがどこからやってくるのかも知らないんだぜ。そんなバカなことがあるか。分かってます。豪将軍を使えば悟空ガに位置を知られるって言うんでしょう。しかしやりますよ。俺は豪将軍なしでもやります。今見過ごしてこれから先ずっと後悔し続けるのはごめんですからね。大丈夫大丈夫、俺はこういう方が乗るんだよね。よし、最後だ。少し派手に決めるぜ。豪将軍ゴー。ピンチが呼べば空を切り、魔球のごとく現れて風のごとく去っていく正義のヒーロー一発マン、我らのヒーロー一発マン。そうさ、ランゼ、もう僕は決めたんだ。君は魔界の王女様になるのさ。結婚式は盛大にやろう。雷のファンファーレ、誓いの儀式、魔女たちの踊り、いけにえの料理。君はいつも自分のことばかり。さっきの観客たちがどんな気持ちで帰っていったか考えてみたのか。君の歌は君一人のものじゃない。君の歌に人を思う優しさがあれば、君は本物の歌手になれる。君の本物の歌が聴きたくて、俺は俺なりにこの2年間頑張ってきたつもりだ。お前だけには得意点とは何か伝えておいてもいいだろう。ただし他言は無用。得意点とは世界修復の鍵なの。そして世界修復には得意点の意思が関わっているという。今はまだ2点差だが、3点差、4点差、5点差とこの先何点でも差をつける。お前の体調がベストでないのは100も承知だ。そんなお前に1点や2点差で勝ったところで俺にとっては何の意味もない。だから俺はできるだけ大差でお前に勝つ。いいか、俺はとことんまでお前を、軟骨を叩き潰す。タイガーショットはわずかでもゴールが見えれば打てるんだ。クレイ！キャッチャーゴール！俺はイエローベルモンド、正真正銘の男だ。北アメリカにあるインビットの本拠地まで一緒に行かせてもらおう。
ほう。で、その飛び込む役ってのをお前がやるのか、マサト。いいアイデアだな。感動のあまり笑いが消えちまったよ。サル君、君のことはいろいろ聞かせてもらったよ。得意技なんかもね。そうだ、昇竜派を放つつもりはもとよりない。なんだと。もし今の俺が究極のコスモセブンセンシスに目覚めているなら完璧に放ってるはず。我が第四丸氏に禁じられていた技、この技を使えばどういうことになるか、この俺にもわからん。ただ一つこれだけは言える。この技を使えばお前も俺も間違いなく滅ぶ。何？さあ、約束通りお前も連れて行くぞ、シュラ。よし、お言葉に背いて申し訳ありません。セイヤ、ヒョウガ、シュン、アテナを、アテナを頼んだぞ。ありがとう、おかげで元気が出ました。あ、待ってください、何かお礼を。でもそれでは僕の気が、ぜひお礼をさせてください。お礼なんていいんです。そうだ、お礼にデートしてあげましょう。 あのね、遠慮なさらず、さ、デートを。いいか、寿司は客に出すまでに5秒で仕上げるんだ。それになんだこれは、こんなやわなシャリがどこにある。いいか、シャリは客が手に取った時には固く、口に入れた途端とろけるようにネタに絡まる。しかもしつこくベタつかず、しっとりと粘りがある。この目は生まれつきのもの。私のこの目がお気に入らぬのなら、この目ヒョウ様に差し上げましょう。すべて、たとえこの体が八つ咲きにされようと、守るべきすべて。ジャオズ、お前何考えてんだ。さよなら、ケンさん。どうかしない。やめろ、ジャオズ。ジャオズ、敵は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。これが俺の最後の気功法だ。タモツ君のことを除けばな。だがそのうち必ず俺のものにしてみせる。この新しいマシンを見せればきっと心が動くはずだ。メカニックマンとしての本能だな。だが新宿時代の如意金装、舞は思いのままよ。やれ破局流地方人、犬にこの穂先が見切れるか。それが男塾1号生筆頭か。もはや勝負あったわ。うまく心臓を外したな。だがここからが破局流の真骨頂。破局流対立、万事天牛がダメ。いやー、いかんな、見ちゃおれんね。まったく、ここは一つ私の出番ではないかと思うのだが、どうかね。黒の騎士とでも呼んでもらおうか。5時36分。それは、第二グランドの夕日が、最も美しい時刻。高校剣道界期待の超新星。人呼んで、風林館高校の青い雷、久能立脇。ただいま剣山。よく来たな、木の上の夜間の女。木刀など必要ない。貴様にくれてやるのは。
これだ。お下げの女よ。好きだ。それでは続けて90年代から2000年代までの作品をご覧ください。我々がラダムについて知っていることはあまりにも少ない。分かっているのは、生物上で地上に降りたこいつらがそのまま地中に潜り込み植物の種となる、それだけだ。だが君はこの名前がラダムということを知っていた。そしてその目的が地球征服にあるということも。その他に知っていることがあれば教えてくれないか。どうだディオ、結界の居心地は。触れれば発射されるハイエロファントの結界はお前の周り半径20メートル。お前の動きもザ・ワールドの動きも手に取るようにわかるぞ。自分の立場がわかっていないようだディオ。お前のザ・ワールドにいかなる力があろうと、そこから寸分たりとも動くことはできないんだ。どうしたテリー、お前の力はこんなもんではあるまい。素晴らしいよテリー、予想以上だ。やっと本気で戦える相手と巡り会えたようだ。行くぞテリー。お前どうやら普通の人間じゃない。霊界の手先か。その程度の力失せろ。悪、即、残、それが俺たち新選組と人斬りがただ一つ共有した真の正義だったはず。今のお前をこれ以上見ているのはもはや我慢ならん。月を外されても間髪入れずに横殴りの攻撃に変換できる。先日の記載、新選組副長土方歳三の考案した平月に資格はない。まして俺のガトツならなおさらだ。それで報告の内容は。確かにその話は聞いている。まあいい、ではさらなるいい報告を待ってる。4対1、数の上では君の小鳥は圧倒的に不利だが、我が東洋の小鳥たちが凡夫だとは思えないが、そういえばそんなことも言ったかね。そう、確かに初めて出会った時、彼は全身から才気と情熱、そして抑えようのない野心を発散していた。悪い予感がする。こいつは大ごとになるかもしれん。どうせ我々は新規メンバーのカマサイヌだ。これ以上評価が下がってもどうということもあるまいが、お前だけは残るべきだったかもしれんな。ご視聴ありがとうございました。鈴沖さんは2006年8月6日肺がんのためお亡くなりになりました。56歳でした。鈴沖さんの残してくれた素晴らしい作品を忘れることはないでしょう。